にちは、作曲家リキャッシュの黒澤大輔です。今回の動画はサブミッションオーディオという海外のプラグインのメーカーがリリースしておりますノクターナルベースというベース音源をレビューします。こちらの音源は提供していただいたものではなく自腹で購入したものになります。でこちらのメーカーはベース音源たくさんリリースしておりまして、で主にヘビー系の音楽に特化したメーカーとなっています。以前からすごい注目してまして、有名どころだとユーロベースとかで、そのユーロベースも今バージョンが3になって表現が増えたりとかしていますが、今回はこちらのノクターナルベースというのを購入しました。で先ほど言うちょっといろいろ自分の曲鳴らしたりとかしていたのですが、第一印象としては非常に好感触です。自分自身ベース音源ってなかなか満足するものがなくて、まあ、当然自分自身もベースを弾くのでどうしてもそれと比較してしまうみたいなところもあるんですが、そんな中でもこの音源はかなり上位にランクインするかなと自分が現状持っている音源の中ではという気がしています。ちなみにこれ以外だと個人的にはアンプルベースのメタルレイとか結構好きなんですが、その音源もそうなんですけど、やっぱりゴリゴリっとしたハイの部分、まあ、ピックないし指がこうカツッと当たる部分がしっかり収録されてる音源が非常に好きなので、どうしても中低域メインでモコモコしてるのはあまり僕の好みではないという感じなのですが、まあ、とりあえず鳴らしてみましょう。でサウンドは大きく分けて、何もエフェクトがついてない DI の音、そして、クリーンとディストーションという3つになってます。まずは DI から。続いてクリーン、そしてディストーション、はい、こんな感じで、やっぱり DI の音を自分は一番聞いて、その音源が購入すべきものなのかどうかっていうのを決めています。 DI の時点で自分の好きなサウンドをしていないと、やっぱりどんだけエフェクトをかけてもなかなか好きな音にしていけないの でこの音源は非常に DI の音も気に入っています。ではざっくり機能を紹介していくと、 DI の音は、ミキサーで音変えたりとかできないのですが、クリーン、ディストーションは、パラメータが複数ありまして、ドライブ、歪みですね、トーン、そしてコンプレスで、このガースというのはちょっと調べてみたら胴回りみたいな意味なので、まあ、中低域のふくよかさみたいのをコントロールするパラメータです。と動かしてみましょう。そして各パラメータはこのようにオンオフすることができますので、かかり具合を比較することができます。結構クリーンでもドライブマックスに上げたらかなり歪んでいるので、これも好きなポイントですね。そしてディストーションの方も同じようなパラメータですね。こちらも聞いてみましょう。はい、聞き具合が本当に実用的な範囲内なので、おかしな音になりにくいですし、調節がしやすいですね。でこれは今音源の内部でエフェクトをかけているのですが、音源自体は DI にして、で外部のプラグインをかけるという使い方もできます。でいろいろやってみた感じだと、まあ、個人的にはこのダークグラスのはそんなに合わなかったけど、パララックスの方はすごいマッチしてた気がします。聞いてみましょう。まずは DI 何もかけてない状態から、ダークグラスかけていきます。まあこれも悪くはないですけどね。これがパララックスですね。
かなりなんかこっちの方がかかり具合がいいかなと思いました。で続きましてはアーティキュレーションなどを紹介する前に、こちらのヒューマナイズとポジションっていう、この2つが個人的にはかなりこの音源の肝にもなってる気がしました。まずはヒューマナイズというのはどれだけ人間的なブレを加えるかということで、一番左に回し切るとマシン、ロボット的な演奏になるのに対して、右に回していくと、真ん中がヒューマンで、その先がベーシストっていう、なんかちょっとユーモア的な表現なのかわからないですけども、一番右に回すとちょっとブレが大きくなります。では再生しながら回してみましょう。まあ、かかり具合がこれも実用的というか、一番右に回してもおかしなことにはならないので、で公式の YouTube ではベーシストとヒューマンの間ぐらいがおすすめって言ってたのですが、ですのでまあここら辺にしておくとちょっと打ち込みっぽさが薄れるかなと思いました。でそれに対してこの Doom ボタンっていうのは、どうやらベロシティ的に一番強いようなベロシティを優先してる音するというモードのようです。でこれを押すことによって全部がバキッとしたサウンドでなると。でこれもまあ言われてみれば確かにまあ Doom の方がバキッとするけど、そんなに不自然な範囲じゃないと思うので、例えば使い方としては公式で言ってたのは EDM とかの音楽でロボット的なカッチリとした打ち込みであることを隠さないようなサウンドとかっていうのは合うかなっていうのと、あと個人的には例えばデモ曲を作るときに、デモ段階って細かいアーティキュレーションっていうよりかはバキッとなってくっきりはっきり聞けた方が作り手としてもテンション上がると思うので、まあ、そういう時にオンにするみたいなのでもいいのかもしれないですね。でこれがベロシティの数値じゃなくてこういうボタンで管理できるので、まあ、なんか抜けてこないな、テンション上がんないなと思ったらこれを押して、で完全に近づいたらオフにするみたいな使い方もできるので非常に便利ですね。でこのヒューマナイズもこの MIDI のデータをガチャガチャ動かさないでここで調節できるので、これもまた便利ですね。でポジションっていうのはこのように上げていくとこのカポみたいのが上がっていくのですが、これは再生しながら動かした方が分かりやすいですね。このようにこっちの方に細い弦の方にポジションが行くか、もしくは例えばこれを5とかにすると、なるべく5よか上のポジションを使うような設定にできます。でこれをすることによっていちいち一つ一つ何弦を押さえる、何弦の音にするっていう命令を入れなくても手っ取り早くベースっぽいポジションにすることができます。やっぱりどの音源もそうで、もう以前の動画とかでも言ってるのですが、例えば普通のベーシスト的に高い G の音を鳴らすときに、例えばルート弾きとかするときにこの開放弦を弾くっていうのはあんまりないですね。開放弦を、1弦の開放弦をルート弾きするっていうのはなくて、だいたいこのポジションここで弾いたりとかするので、でもどうしても打ち込みだと自動的にこっちの音とか読み込まれちゃうので、まあ、弦指定はしっかりした方がいいですよっていうことを以前も言ってきたのですが、これをこう上げてあげることによって G の音が登場してもここではなくてこっちの方で鳴らしてくれるという命令をすることができます。これも非常に便利ですね。ですので僕の個人的な好みとしては、まあ5フレットあたりにやっておくと、ここら辺の細い弦の細いサウンドではなくて太い弦のハイポジションのフレーズと対応してくれるようになります。で5にしてもこういう低い音とかは低いところに行かざるを得ないので、そういう部分も問題なくちゃんと音として発音してくれるので非常に賢いですね。で気になるアーティキュレーションはこのようにたくさん収録されているのですが、まあ、これも非常に魅力的な部分なのですが、個人的にベース音源で
注目したいところっていうのはルート弾きをさせた時にそれがかっこいい音で鳴るかどうかっていう部分ですね。でどうしてもデモとかだとこういった動くようなフレーズでいろんなアーティキュレーションをロードしてっていうのでしっかり機能をアピールするようなフレーズが紹介されがちなのですが、実際はベースってルート弾きの方が圧倒的に多いよねっていうところ でこれもデモとかでもう単純にこういった感じですね。ベロシティ全部一定でベタ打ちした時にそれがどういうことでなるのか、機械的になっちゃうのか、はたまた人間っぽくなるのかっていうところが重要なポイントかなと思っていて、ではこちらの音源聞いてみましょう。これベロシティは90に全部統一されてます。はい、という感じで非常にいい感じだと思いました。多分自動的にここでピックのアップダウンを何分音符にするかみたいのが決められるのかと思うのですが、まあ、公式でもまあオートで問題ないだろうってことだったので、僕もオートにしてまして、まあ、今聞いた感じ全く問題ない感じですよね、はい、ここも非常に好印象なところでした。あ、ちなみに一番低い音はどこまで出るのかというと結構低いとこまで出ます。ローロー B ですね。普通のロー B のさらに1オクターブ下まで一応今ここで出たので、まあ音程としてはほとんど聞き取れないですけど、まあ、事実上どのダウンチューニングにも対応していると言っていいかなと思います。では最後にこのたくさんあるアーティキュレーションを見ていきたいと思いますが、ピックのアップダウンもオートではなく任意のものに指定することもできますし、このデッドノートっていうのはゴーストノート的なものですね。譜面だと×で表すような、これも普通のこうデッドノートとスラップのデッドで、ポップっていうのもおそらく、スラップの、一種なのかなと思ってます。であとハーモニクスとかスライドタッピングで、パームミュート、この右手 の腹の部分でミュートするようなサウンドもアップダウンと、あとストラムっていうのはギターのようにジャランって複数の弦を鳴らすような、それのデッドですね、というようにいろいろ入っています。で弦の指定もすることもできます。であと、弦のチューニングも変えられるということですね。では先ほどの、ルート弾きのフレーズを弾きながらこのアーティキュレーションスイッチを変えてどんな音がするのか聞いてみたいと思います。まずはデフォルト、あとピックオルタネート、で全部アップダウン、まあ、この辺は分かりづらいですが、これがデッドノート、これはスラップですね、スラップのデッド、ポップ、デッドポップ、ハーモニクス、ハンマリングプル、これはフレーズで組み合わせて使う感じですね。この辺もタッピング、アタックがほとんどないような感じですね。で、これもフレーズと合わせて使うので、後ほど確認したいと思います。で、上にもキースイッチありますね。ハーモニクスのストラップ。ハーモニックポップ。デッドパームレスト。右手でミュートしながらデッドノートみたいなことですかね。そしてその上は、弦の指定ですね。でスライドの使い方としてはこのように音を重ねて手前のノートを次の音にかぶるように重ねた状態で、そして次の音をスライドトリガーというのにしてあげます。するとこの間の音をスムーズにスライドでつないでくれるというわけですね。はい、こんな感じの使い方になってます。
まあ、ここに関してはそこまで超いいという感じはしないですが、まあ、悪くはないかなという感じですね。というのも理想で言うとこのドゥーンって上がるのはもっとなんか上がってる感ブーンっていう感じが欲しいんですが、やっぱりそこはちょっと難しいかなと。これは音源によりけりというか、音源というものがスライドがもう 100% 完璧っていうものがあんまりなくて、やっぱりスライドをしている状態で録音してスライドをしたフレーズとしてロードしないとやっぱそういうニュアンスは出ないのかなとか思ってます。ですのでこういうふうに機能でスライドさせるっていう仕組みである以上はそこは超えられないのかもしれないですね。まあ、稀にそのドゥーンっていうスライドしているフレーズで録音してやる音源とかもあるんですが、それのデメリットとしては、全音か半音かとかでしか収録されてないので3音だったりとか、こういう1オクターブとかのスライドには対応してなかったりとか、スライドのスピードが変えられないっていうデメリットがあったりするんで、まあ一長一短かなと思うのですが、まあ、ここに関しては良くもなく悪くもなくという印象ですね、この音源に関しては。はい、以上がこちらの音源のざっくりとした紹介です。では冒頭で聞いたフレーズをもう一回見てみると、こちらのフレーズのアーティキュレーションはキースイッチではなくて、キースイッチを、アーティキュレーションセットというロジックの機能に、自分で入力して、でこの表示をアーティキュレーションでというのにやると、このようにこれはピックダウン、これがパームミュートオルトみたいな感じで、一個一個ちょっと、まあ普段ここまで丁寧に打ち込みはしないのですが、ちょっとデモンストレーションという感じでいろんな表現を入れてみました。でキースイッチでこのように実音で入れてもいいんですが、例えばこのフレーズを半音上げたいとか、まあ、リージョンでトランスフォームで半音上げるみたいになった時にキースイッチも一緒に上がっちゃったりするので、そういったストレスを回避するために、アーティキュレーションの、この機能を使うようにしてます。まあ、難点としては自分でこれ作らなきゃなかったりとか、まあ、メーカーによっては、キューベース用はこれとかロジック用はこれみたいなプリセット用意してくれてたりするんですが、このメーカーのは、まあ、ちょっと検索した感じであんまり見つからなかったので自分で作りました。でせっかく作ったんで、誰でもダウンロードできるように概要欄に入れておこうと思いますが、もし同じ音源使っててでロジックでっていう方はちょっとぜひ試してみてください。でいろいろアーティキュレーション使った結果がこちらです。やっぱりこういうデッドノート入れると一気にグルーヴが出ますよね。でこういうなんか全体で合わせるのはデデデデンみたいなやつは全部ダウンでとかでやるとよりニュアンスが出るのかなと思いました。ではこちらを DI の音にして、好印象だったパララックスに入れて、でオケ全体で聞いてみましょう。はい、以上がサブミッションオーディオのノクターナルベースという音源のレビューでした。こちらのチャンネルではこういった機材のレビューとか音楽の作り方とかを発信しておりますので、質問とかレビューしてほしいソフトとか質問箱みたいなのを設けておりますので概要欄をチェックしてみてください。こちらの動画がいいなと思っていただけましたら高評価やチャンネル登録などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。